皆さん、おはこんにちばんは、マピアンです。はい、早速なんですけども、皆さんはペイペイってご存知でしょうか？今の時点だとね、多分知ってる人が結構いるんじゃないかなと思うんですけども、ペイペイっていう、まあ、ある一種の電子マネーがありまして、はい、まあ、そのペイペイ自体が結構前からあったのか分かんないんですけども、僕は、100億円あげちゃうキャンペーンっていうので、まあ、その存在を知って、はい、まあ、皆さんもね、多分大体そのキャンペーンで知ったかと思うんですけども、その100億円あげちゃうキャンペーンって何なのかっていうと、ですね、これが本当にすごくて、まあ、ざっくり言うと、ある対象の店舗で、そのペイペイを使うか、もしくはペイペイを経由してクレジット払いすると、なんとその商品の 20% が返ってくるっていう、すごい。しかも運が良ければ全額返ってくるっていうね、すごいと思って、はい、まあ、俺もそれをすね、瀬戸康史さんの動画を見て、まあ、詳細っていうかしたんですけども、はい、で、ですね、 Mac、 はい、Apple 製品のパソコン Mac ってあるじゃないですか、 MacBook Pro、 MacBook Air って。で、物って新発売になってから時が経つとだんだん値段が徐々に下がってくる、需要が減るからね、はい、けど Apple とかそういった、まあ、物によるけど、まあ、メーカーによるけど、はい、特に Apple は値段を全く変えないの、全く下げない値段を、はい、だからいくら欲しいもの、あ、これ欲しいな、でも今ちょっと値段があれだからなと思って、ちょっとじゃあもう少し待ってみるかって言っても、それは意味ないの。なんでかっていうと、ほとんど変わらないから、はい、そう、 Apple の製品に関しては、はい、ただチャンスですよ、はい、その PayPay があれば Apple はいくら値段を変えなくても一旦その値段で買うけど、その代わり PayPay の方から 20%、 その Mac 買った金額の 20% 返ってくるわけだから、実質すごい安くなるってことなんでね、はい、だから、まあ、Apple 自体はもう本当に値段は変わらないから、もう今がチャンスしかないと、はい、しかもそのキャンペーンはちょっとね、まあ、詳しくは話さないんですけど、めんどくさいから、まあ期間があるの、うん、期間があって、それがまあ未定なんだよね、はい、まあ、100億円尽きちゃうとなくなるっていう、はい、まあそれ何なのかっていうと、まあ、PayPay、まあ、調べてください、それは、はい、今そういう話じゃないんでね、もうすっごい Mac が欲しかったんだよ、はい、俺こう Apple のファンなの、うん、アップルというブランドがすごい素敵だと思ってる。だからこうやって iPhone ね、 XSMAX っていう一番いい iPhone 持ってますし、はい、ただ俺のパソコンは、Mac じゃなくて、こちら今使ってるマイクロソフト社の Surface Pro 4です。やっぱ Mac を持ってるってだけでやっぱすごいかっこいいと思うんだよね。 YouTuber って大体 Mac じゃないって思うんだよ、うん、大体 YouTuber が編集してる姿とかね、たまに動画で映ったりもするとこもありますけども、大体 Mac なの、はい、だすげえね、Mac が欲しいなっていう時があって、でも俺は我慢した、うん、Mac すごい買いたい、うん、もう買いたすぎて買わないけども、こう仕事帰りにちょっとね、あの家電量販店寄って Mac ちょっといじったりとか知ってたの、はい、そんぐらい Mac が欲しかったんだよね、はい、けど俺はこうなんとかこらえた、 Mac 欲しい、思い切って買っちゃおうかなと思ってもなんとかこらえた、はい、もうね、ローンの計算とかめっちゃ電卓打ってね、もう買う寸前まで来てたんだけど、ただ俺このサーフェイス買ってね1年9ヶ月ぐらいの、はい、これサーフェイス買いましたっていう動画も上げたんですけどもね、はい、やっぱね、サーフェイスも Mac すごい、 Mac すごいって言ってたけど、サーフェイスも実はすごい高性能なパソコンなんでね、はい、だからあの Mac 1年9ヶ月で買って、だってまだ俺サーフェイスの機能全く使ってないんだよ、基本的に動画編集だけなので、ペンはあるけどペン全く使ってないし、マック買いたいマック買いたいって意地張ってるけども、なんかサーフェイスの機能全く活かしてないのに買い替えるのはすごいもったいないじゃんかと思って、はい、買うんだったらサーフェイスをもうちょっと極めてから、はい、サーフェイスの機能をね、こう存分に使って活かしてから、Mac もいいかなってなって Mac 買おうかなと思ってんですよ、はい、Surface の基本的に動画編集ソフトしか開かないから、はい、インターネットとね、なので僕ちょっとね、あの Surface についていろんな機能をね、いろいろと見て、あ、こんな機能があるんだって勉強しようかなと思ってるんですけども、せっかくだから皆さんと一緒にちょっと勉強しようかなと思って、まあ初心者が一緒に学ぶ Surface 講座、はい、まあですね、サーフェイス講座ということで、俺も全く分かってないんですけども、まあ、これも iPhone 講座と一緒だね、はい、iPhone 講座ってのもやったけど、 iPhone 講座と一緒、サーフェイスも俺まだ本当に未知だから、はい、1年9ヶ月も使ってるけどまだ未知のものだから、はい、どんな機能があるのか、どんな素晴らしいものなのかっていうのをね、あの一緒に学んでいこうと思います、はい、
で、まあ、サーフェイスの、まあ、ざっくりとした外見の特徴を申し上げると、まず薄い、とんでもなく薄い、はい。で、そんなに重くもないから、まあ、これだけでまずね、持ち運びが楽、はい。で、かっこいいじゃん。シルバーにこのマイクロソフトのマークだけ、すごいシンプルでかっこいい、はい。で、2つ目がこちら。これがね、もうサーフェイスの最大の特徴と言っていいんだけど、ノートパソコンなんですけど、キーボードが外れます、はい。これもう iPad みたいな感じでインターネットもできるし、もちろんこういう中身、これパソコンだから、パソコンの高性能パソコンのスペックのタブレットみたいな感じで使える、はい。そして何よりこちら、はい。これタッチペンがあるからイラストも描ける、はい。イラストも描ける。でマグネットだからここにパチンと止められると、はい。それが、まあ、まあざっくり言うとサーフェイスの特徴かなっていう感じですね、はい。で、これからちょっとサーフェイスについて学んでいこうかと思うんですけども、俺ってなんか変なポリシーがあって、プライドっていうのかな、はい。せっかく勉強するなら一番最初からね、勉強し直したいと、はい。中途半端なとこから始めてもなんかちょっとうーんっていう、なんかもどかしい気持ちなの、はい。だからある程度知ってたとしても、一番もう初歩の初歩からちょっと学んでいこうかなと思います、はい。で、サーフェイスにはその初心者用のね、ヒントっていうソフトかな、まあ、機能があるんですよ、はい。そのヒントである程度、多分初心者、サーフェイス初心者も分かるような教科書っていうか、なんかいろいろと教えてくれる機能があるらしいんで、まずそこを学んでいこうと思います、はい。それでは Let's do it。 はい、こんな感じでですね、ただいまヒントの機能を開きました、はい。ちなみにこのヒントの機能どうやって出すのかっていうと、こちらですね、実はエクスプローラーにありません、はい。かといってデスクトップのアイコンにもなくて、左下の白い欄があるんですよ、はい。なんか文字を打てる入力欄みたいなんですけど、そこにヒントって入力すれば、一番上にヒントのヒントっていう機能がね、上に出てくるんで、それをクリックしたらこの画面開きます、はい。ということでですね、ヒントの機能開くとこんな画面になるんですよ。で、一番とこなんか左の矢印があるんですけども、はい、これ取れてるかな、矢印、はい。これを押せば消えます。多分この機能自体が閉じます。おすすめってありますね。で、右にはヒントを検索する、これは何だろう、例えばまあ、インターネットとか調べますと、おすげえ、めっちゃ項目出てくるんじゃん。愛って打っただけなのにさ、めちゃめちゃ項目出てきた、すごっ。おそらく、まあ、具体的なね、このサーフェイスのちょっと具体的な、ここは分かんないってやつはこれで調べた方が多分早いんじゃないかなと思います、はい。で、このリリースの新機能ってあるんですけど、クリックします。おすげえ、ムービー流れた、すげえ。目まぐるしい毎日を暮らし、 Windows 10でペースをつかもう、すげえすげえすげえ。昨晩何をしていたか覚えてますか？昨晩はセカンドシングルの作詞してましたね、はい。あ、履歴なんだね、履歴が出てくるって感じか。集中する時間が必要ですか？集中モードなら大丈夫。何集中モードって、そんなん全然知らなかった。何これ、知らない。小さな画面ではわからないことも、 PC で続行を使って大きな画面で確認できます。スマホでシェア、あ、そしたら何、パソコンに出るって感じ。すごっ。一日の終わりにはダイナミックロックで簡単に終了します。ダイナミックロック、あなたのペースで暮らしを送る Windows 10 Microsoft。 うわー、かっこいい。そしてすぐシュンってね、なんかもう何もなかったかのように動画を閉じましたけど、すげえ、集中モードとか全然知らないんだけど、何それ。ナビゲーションを開く、なんか横線3つにナビゲーション開くってあるんで、そこをタッチクリックしますと、おすすめコレクション、あ、リストが作れるんだね、はい。わかんないヒントのやつのリストを作れると、なるほどなるほど。で、これはお気に入りかな、おすすめで、これは
うわ、コレクション、すげえざっくりした。 Windows、Microsoft Edge、Office、Windows アプリ、メキシンドリアリティ、サーフェイスってありますね。おお、ちょっとこれは置いとこう、一旦。あれ、どうやって置いとくんだ、あれ、どうやって置いとくな。あ、出てた。で、下にね、サーフェイスのヒント、新機能、Microsoft Edge の長所、PC を個人的に設定する基本、情報整理する、ビデオ作成、編集して編集する、すべてのヒントを参照する。ってあります。まあ、これでいろんなね、ジャンルを見れることができると。でも全部見たいんだよって時はこの全てのヒントを、参照するってとこですね。サーフェイスのヒントをとりあえずクリックしてみよう。あ、そしたらいろんなやつが出てくる。サーフェイスヘッドホンの調整、サーフェイスと一緒に旅行する、サーフェイスを教室に持っていく、サーフェイスペンでワード文章を編集する、サーフェイスで仕事をする。すげえ、めちゃめちゃ興味深い項目がめっちゃある。サーフェイスペンを使う、サーフェイスダイヤルとペイント 3D、 サーフェイスダイヤルとアプリ、サーフェイスアプリってありますね。サーフェイスじゃ、サーフェイスペンを使う。俺全く使わないんだよね、サーフェイスペン。ワンクリックで Windows Ink Workspace を開く。サーフェイスのペンのトップボタン、これあるんですよ、ここにボタンがあって、それを1回クリックし、 Windows Ink Workspace のツールを使って画面中に手書き入力や会話を行います。タッチします。ん、お、なんか出た。おお、ワークスペース、付箋、スクエッチパッド、画面スケッチ。おお、すげえ。なるほどね。付箋だったら付箋、スケッチパッドだったらスケッチパッドみたいな機能が使えますよって感じだね。サーフェイスペンで消しゴムを使う。え、待って、これ消しゴムなの？え、知らなかった、全然。すげえ、これがペンで、このボタンが消しゴム代わりになってるってこと？すげえ。え、これもちゃんと消しゴムとして認識できするんだ。やばくない？やば。サーフェイスペンで選択する。選択するにはサーフェイスペンを画面上で動かしながらペンボタン、バレルボタンを押します。あ、これだ。ここにもボタンあるんですよね。これはペン、あ、バレルボタンっていうな。バレルボタン。サーフェイスペンでスクロールする。スクロールバーを探す必要はもうありません。指で操作するときも同じように画面でサーフェイスペンを上下に動かするだけでスクロールできます。まあよくこうインターネットで開くときに一回右にシュッてマウスを動かして矢印を右の方に持ってって、そこからこうグーってドラッグすると思うんですけど、もうこれだったらもうシュッシュッシュッって感じでもう下にスイスイいけるって感じでね。はい。サーフェイスペンでスクリーンショットを作成。え、そんなのもできんだ。トップボタンを2回クリックするとスクリーン、知らなかった。へえ、これ2回押せばスクリーンショット。マジで言ってる。スクリーンショットは画面スケッチで開くことができます。さらに絵を描くこともメモを追加する。マジ？あ、そういう、そうなんだ。マジか。それ知らなかったな。サーフェイスペンで付箋を開く。トップボタンを流すと付箋が開きます。付箋にはリマインダー、トゥードゥーリスト、電話番号など覚えておく必要なことを何でも素早くメモすることができます。へぇー。右利きか左利きかを選択する。サーフェイスペンを使う場合、書くときの利き手を選択する、選択すると手書き入力の、認識率が向上します。俺、右利きなんですよね。左だとすごい書きづらい。はい。まあ聞き手が左手で、大体多分右が多いけど、左の人がいるってあったらこう設定ができますよと。トップボタンが任意のアプリを開くよう設定する。スタート、設定、デバイス、ペンと Windows インクの順にを選択します。ペンのショートカットで開く。マジか。すっご。要はカメラを詳しく知ってる人はこれがファンクションボタンみたいな感じ。はい。で、ファンクションって何なのかっていうと、じゃあインターネット、Google Chrome とかをここに設定しておくと、こうやってここポチッと押しただけで、その Google Chrome が開かれるっていう。かっこよ。こんなのもできるの。紛失したサーフェイスペンを探す。スタート、設定、更新とセキュリティ、デバイスの検索の順に選択して、ペンを最後に使用したのがいつか確認し、ペンを使用した場所を追跡します。いつペンを使ったかっていうその時間帯だけは分かって、あくまで、まあもちろん GPS みたいなのないっぽいですね。はい。ちょっと期待しちゃったけど、さすがにそれはないか。はい。以上です。すごいな。付箋ちょっとやってみたい。これできるかな？今、トップボタン長押し。お！お、付箋出てきた。え？これでね、書けるってこと？書ける書ける書ける。今書いてます。今こうやって書いてます。プラス、メモを作ると。この付箋をどうすんの？まあ、貼れるってことなんだろうね。すげえな。へえ。
まあ、こんな感じで自分のわからないやつとかを、まあこれいちいち全部説明すると時間かかっちゃうんであれなんですけども、こういうふうにもうサーフェイスのこの機能をここで教えてくれると、もう俺が説明する必要ないねこれこれ見ればいい話だから。他にもね、サーフェイスヘッドホンの調整とか、何サーフェイスヘッドホンって気すごい気になるし、はい、サーフェイスで仕事をするっていうのを見てみたいしね、はい、サーフェイスアプリを見てみたいし、すごい興味深い。はい、他にもこういうのが可能でありますけど、この電球みたいなところをクリックすればもっとざっくり、もうサーフェイスじゃなくてもう Windows 自体のヒントを知ることができると。サーフェイスはサーフェイスで Windows は Windows と、 Windows クリックすれば Windows すっごいいろんなある、まあこんな新機能、タイムラインで過去に戻るとか、基本 PC でゲームをプレイとかね、はい、すげえ。こんな感じで、まあ、Windows は Windows、Surface は Surface でこう区切られてます、ジャンルが。はい、でちょっと気になった人は、ちょっとこれわかんねえなとかね、思った人はこのヒントの機能を開いて、調べれば多分大体出てきます。ちょっとこれあれどこだってなった時は、ちょっと右上のね、ヒント検索すればもう I って言っただけバーって出てきたんで、はい、で多分すぐ出てくると思います。はい、ちゃんと解決策がいっぱいあると思うんで、はい、でこれそれぞれのヒントを、まあ見ても、なんか例えば上の方に写真もあれば、動画みたいにこうね、こういう操作をしますみたいなね、こういう指の動きとか、ボタン、どこのボタンを押すかみたいな、そういうムービー、ちょっとしたショートムービーみたいなね、上に流れたりもあるんで、はい、それがすごいやっぱ分かりやすい。はい、いやすごい親切だし、はい、ということで、今回は以上、今回はサーフェイス講座、1、まあ最初初歩ということでね、はい、基本ということでヒントっていう機能を紹介いたしました。次回何を紹介してほしいのかあったらコメントぜひお願いします。それではいいサーフェイス生活を。